大詰めの勝負。バーディーです。見事なバーディーで2アンダーパー。この時点でブルース・デブリンの野望立つ、はい、プレーオフに終わるか、プレーオフになるか、そして2位に終わるかという瀬戸際。どうだ、小川佐田を外しました。ついにここで杉原輝夫、この日本プロゴルフシニア2度目の優勝を決定です。